皆さんこんにちは、アナイアです。今日は私がどうやって1年間をかけて UC バークレーに編入できたのかっていうのを皆さんとシェアしていきたいと思います。まずちょっと自己紹介をしていくと、私はずっとアメリカの学校に通っていて、私今19歳なんですけど、まあ普通に高校を卒業した時にいろんな学校にアプライしたんですよ。でその時になんかあんまり自分のやりたいこともわからなかったし、なんかみんながこういうクラス授業とか取ってるから私もこういうのを取ればいいかなみたいな適当な感じでやったかなって思ってて、で自分の入りたい大学一つも入れなくて、なんかちょっと自覚して、自分がやってることって何なんだろうってなって、まあ私が受かった大学をなんか見学見に行って、心の気持ちだとここじゃないなっていうのを感じてて、ここで本当に自分はそんなに成長しないと思って、その時に自分の先輩がいて、その先輩がその高校卒業してほとんど同じような状況になってたんですよ。1年間コミカレ通っていて、こっちの短大なんですけど、ハース UC バークレーのハースに合格できましたので、なんかわーみたいなすごいじゃんみたいな。でその時になんかどうしたらいいですかとかいろいろ話を聞いて、で彼のおかげでいろんな話を聞いて結構真剣に考えて本当にビジネスやりたいなって思えたので、じゃあもう頑張るぜみたいな頑張るぜってなって、しっかりした目標があったっていうのが本当に大事だと思ってたので、ここにたどり着くためには何が必要だって、何をするべきかって、もう本当にそのコミカレ入るじゃん。でその前にassist.org で自分のコミカレと行きたい大学のそのどんな授業を取らなくちゃいけないのかとか、どんな GPA をキープしないといけないのか、まあそれは違うサイトなんだけど UC のサイトで、で本当にその情報も見尽くして全部もう理解しているっていう風にならないと、きっとなんか問題があるから、あこれ見てなかったって、これもやんないといけないのっていう、もうしっかり最初から見たら後から問題ない。自分はマジで何回もそれ間違ってて、本当に何回もそのリクエアメントとか見た方がいいと思いますよ。自分はそう結構間違ったりしてて、他のコミカレで授業も取ったりして、それでちょっとぐちゃぐちゃになっちゃって、もう一つの授業を取らないといけないとか、自分で調べて全部自分のカウンセラーとか友達の情報でこれが正しいんだって信じちゃダメだよ。カウンセラーも全部分かってないし、自分でネットで検索したりとか、もう全て情報のあるところから情報を集めて何が正しいかって自分で決めるし、まあ一番大事なのはその UC、 まあこれは UC の話だから UC の場合にするけど、 UC に一番相談した方がいいと思います。でその UC もなんかトランスファー用の情報もたくさんあるし、答えてくれると思うんですよ、電話したら。だからもう迷わずにそっちに行くべきだと思いますよね。コミカレ入る時にはもう結構頑張るぜっていうなんか気持ちになって、で友達がすごい応援してくれたんですよ。でそれで自分はできるかもしれないなって思って勉強しましたね。これが一番大事なんですよ。どうやって1年間で編入できたのっていうことで、まあ、1年間はまあやっぱり留学生だったらちょっと難しいと思うんですけど、現地の人だったらその高校の時に AP 授業 AP コースっていうのがあって、大学レベルの授業っていう感じだけど、まあ、基本的に1年間かけて一つのテストのために勉強するわけなんですよ。でそのテストにいい成績取れたら大学の単位として認められるから、それがすごい大きかったんですよ。 UC にトランスファーするために90単位が必要だったんですけど、それの半分ぐらいはすでに終わった時点で入ってきたんですよ。そんぐらいの単位はすでに持ってたっていう。私本当に数学が一番苦手でもう苦労しましたよ
あれはもうなんかその4点 GPA も取れなかったし、もう本当にすごく大事だったのは自分のエッセイだったと思うんですよね。でそのまあその例えばハースの場合はビジネスのメジャーだと普通の UC アプリケーションがあって、でそれを終わらせて、その後にあの1月ぐらいにまたもう一つのビジネス用のアプリケーションがあって、それがもう一つのエッセイがあるんですよ、その中に。で、まあ、他の情報もいろいろ書いたりしてて、でその後にインタビューがあるかもしれないっていう。そうで、基本なんかインタビューされた方は大体入る人が多いですね。そうだね、なんかすごい勉強しててしっかり毎日時間をかけて勉強すれば大丈夫かなって思います。モチベーションが大事かなって思います。なんか自分的には入れんのかなみたいな、結構不安だったんだけど、コミカルの間はやっぱり UC バークリーほど難しくないけど、なんかいろんなリクエイメントとかクラスとかいろんなことですごいうわーってなるけど、ちっちゃいことでもなんか全てが終わるから、本当に気をつけた方がいい。常に崖っぷちの状況だっていう風に考えてて、なんかこのリクエイメントを終わらせなかったらとか、これできなかったら、これ忘れちゃったら、もうボーンってもう落ちちゃうっていう、そういう考え方だったので、もう常にもう人生終わったみたいな、もうなんか何回もなんか誰かに、あ、なんやこれやった？これ必要なんだよねって言われて、え？みたいな、え、これ、え、聞いてないんだけどみたいな、もうなんか人生終わったっていう何回も思いましたね。で、まあ UC バークレーの場合はね、あの確か 50% が GPA と成績、 35% がエッセイなので、 15% は確かレズメとあのインタビューなのね。だからなんか結構他の学校よりそれがすごい重要な UC アプライしたじゃん。でその時にあのコミカレからの編入の時に、そのアプライした学校は UC アーバインと UC デイビスとあの UC バークレーと UCLA だったんですよね。受かった大学は UC アーバインとUC デイビスと UC バークレーだったんですけど、 UCLA はダメでしたね。で多分大きい理由は自分の成績、本当に UCLA の方はもっと成績重視だから、でも4点 GPA もなかったからもうきついなっていうのは最初からちょっと思ったりしてて、で UC バークレーは本当にあのもう自分も思ったんだけど、受かった人はそんなに4点の GPA じゃない人が多かったんですよ。だからあの結構エッセイ重視かなって思ってて、私の場合はあのコミカレ1年間じゃん、だから結構短い間だし、あんまりちょっとできることがちょっと限られてて、だから私は半年間のインターンシップをやって、お金もらってなかったし、普通になんか週に3時間ぐらいだったんですけど、なんかそれについてあのビジネス、その UC バークレーのそのハースのアプリケーションのエッセイにたくさん書きましたよ、インターンについて。ちっちゃいことでもなんか自分どうやって成長したのかとか、そういうの考えてて書いた方がいいと思いますね。なんか一つ言っときたいことがあって、でそれはこれ自分の意見だから、まあ、全部事実でもないし、自分の経験を使って自分が思ったこととか、 Like take it with a pinch of salt、意見として受けてほしいです。もしその UC バークレーとか他の学校もあの目指してる方がいたら、もし質問とかあったらぜひ聞いてください。もっとねいろんな方が来るといいし、 It's just great to learn and like share like knowledge and things like that, you know? 自分の考え方が変わるんですよ。自分本当に1年前の自分は全然違ったと思う。たくさん勉強するためにどういう考え方を持つべきなのかっていうのを考えるべきだと思います。あのエッセイはですね、そうインターンについて話したりして、結構なんかシンプルな失敗したことがあったんだけど、どうやって立ち直ったのかっていうのと、その失敗をして何学んだのかっていうのを話しましたね。そして UC バークレーの元々の
あのアプリケーションで書いたのが、まず一つ目はなんか高校の授業であったことで、なんか自分のリーダーシップスキルを見せるエッセイだったんですよね。その人間関係とか自分の全部のエッセイの中で結構でかいテーマだったんだけど、昔結構なんかシャイであんまり人前で話せないっていうか、話したいのに恥ずかしいとか、なんかうまくできなかった、だからそうやってどうやって今の自分もっとそういうのできるようになった、どうやって成長したのかっていうのをすごい見せたんですね。でその授業でなんか生徒前で話す機会があって、それ自分結構積極的にやったっていうのを説明しましたね。2番目のエッセイはですね、 I think it was the one where it was like What's your greatest talent? or something like that. それは日本語について書きましたね。これは高校でも一緒だったんですよ。でなんか自分の日本語の勉強と、なんかちょこちょこって他にもなんか日本語のスピーチコンテストでまた自分のトーク能力を、怖いのになんか積極的にこれやろうぜっていう、ちょっと自分のコンフォートゾーンから出してるような感じで説明しましたね。あと自分がなんかオーガナイズしたあのイベント、なんか姉妹都市で日本、なんか自分の町とあのに日本のある町のそのなんか姉妹都市があって、そことのなんかあの絵の交換みたいなそういうなんか作って、 あとなんかリクエアメントとして、みんなトランスファー生はこのエッセイ書かないといけないんだけど、なんか自分はなんでこのメジャーを選んだのかっていうのと、自分が学んだことをどうやって日常に使えるようになったのかとか、なんでビジネスが好きなのかとか、まあ普通、結構普通なエッセイだったね。結構シンプルに書いていいと思います。なんかもう内容だから、もう自分がやったこととか、その相手に本当に考えさせることが大事かなって思いますね。例えばそのスピーチをやりました、でこのスピーチをやってどうやって成長したのか見せてくれた、あじゃあやっぱりこれについてなんか反省してるし実際考えてるんだねっていうのはすごい伝わっていくと思うんですよね。最後のエッセイは姉妹都市の関係のこととか、あの自分でなんかホームステイ、日本に来たかった、ずっとで、あの日本ずっと行きたくて、なんか留学のなんかカンパニーとか、そういう会社にすごいいろいろ調べてずっとやってたんだけど、やっぱり高くてできないんだなってなった時に、友達に聞いて、なんかホームステイしたいんだけど家に泊まっても大丈夫って聞いたら、すごい OK してくれて、でなんかそれどうやって私たちがそれなんか予定とか作ったのかとか、問題解決その能力を見せるエッセイだなって思いますね。これで以上です。今日は見てくれてありがとうございます。何か質問あったらぜひコメント欄に教えてください。でまあ、何でもいいのでぜひお願いします。バイバーイ。